純ちゃんのじゅんでございます。12月31日金曜日、ただいま朝5時42分回っているところでございますと。いやー、ついにもう2021年も終わってしまうということなので、最後の締めはこの動画でいきたいと思います。では参りましょうか。はい、ということで2021年、皆さんセブンナイツどんな年だったのかなと思ってちょっと振り返っていきますか。まずですが、どんなことがあったのかということで、まあ出てきたキャラクターとかイベントとかをちょっと見ながら追っていきましょう。2020年の本来1年前、ちょうど1年前に来ていたのがイブということで、強かったね。このキャラクターも半年ぐらいはもうずっとこの子オンリーできたもんね。その前はジェラード旋風というものが来ていましたが、まあイブ参戦が、ちょうどこの時期来ていましたと。要は12月のぶっ壊れキャラクターの最後の年という感じになってしまいましたね。現状見ていきますと。そして、1月入ってから一応ですね、ルディ、こちらバランス調整が行われていますという形になっております。現在はもうちょっと消えてはしまいましたね。そして1月の後半出てきたキャラクターの中では、ランドグリーズですね。ラングリ、今でもほぼめちゃくちゃレギュラーとして活躍してるんじゃないですか。耐久選手ですね。ほぼ火力パンになってもこのキャラクター入れてる人がほとんどだと思います。そして、2月に入ってから懐かしいな。カグラのバランス調整が行われているという感じですね。まあ初っ端出てきた時に比べたら、まあだいぶその時の状況下において使えるというふうになってはいたバランス調整でありましたけど、やっぱりアリーナでね使う回数は少なかったですね。はい。でその後出てきたのがジャックということです。まあこのキャラクターも強かったね。今でも使っているキャラクター、方々いると思いますが、このジャック、まあこの覚醒スキルの全復活っていうのが非常にね魅力的なキャラクターではないんでしょうか。次、神話覚醒されております。このキャラクターも未だに現役、私も今使っておりますが、プラトン神話覚醒、非常にバランスのいいキャラクターでね、これも耐久向けにはなっていますが、うん、固定ダメージも強いし、うん、いいキャラクターですね。次、工場戦来ましたね。新しい、これが4月だって。クレミスじゃない、あ、3月中旬にこの旧セブンナイツのアルフ参戦ということで、おそらくですが、まあこのクレミスじゃないや、アルフ参戦が一番最後のセブンナイツの盛り上がりだったんじゃないでしょうかね。この頃はまあギリギリ保ってた感じですが、そこからですよね。その次、4月に入っていきますと、ID のバランス調整が行われております。もうこちら、セブンナイツ2のね、レンというキャラクターになってしまってはいますが、ID のバランス調整、そしてさっきから間違って僕が喋っているクレミスが神話化されるという形になっておりますね。クレミスどこにいるんだろうな。痛い。まだこれ全然使ったことないです。これロージじゃねえかよ。クレミス、こっち。クレミスね。ほぼ1回も使ってない状況で終わってしまいました、このクレミス。そしてそろそろこのキャラクターか、爆弾野郎チップが登場すると。これが4月15日になってますね。チップの登場、いまだに私使っております。あー、こっからまだ来ましたね。忘れておりました、テオの神話覚醒、こちらが4月28日になってます。まあ強いキャラクターでございますな。もうこの辺のキャラクターたちは未だに現役ですね。そしてバエルが5月、そして次に、レイズと、そして神話覚醒のあかりちゃんを挟んで、ギデオン、アリアンロード、オルリー、イザベラと、そして最後に来たのがこのエース君の神話覚醒だったんだけど、結局このエースは死んだね。ほぼ使っている人見たことないっていうレベルになっております。まあこんな形で新規キャラクターたちは
まあ10人12人ぐらいは出てきていたという感じでしょうか。ただ本当にこのエースに関してはもう11月に出てきたんですが、何もこうどこのコンテンツでも役に立つという形にもなく、アリーナで使われる傾向にもなくという感じなんでしょうか。でももしかしたらこのエースとか新規の方が入ってきて覚醒、まあ思考とか手に入りやすいじゃないですか。で自分はまだ貫突できないという人がいるとしたら、このエースとか思考キャラクターとか、まあ貫突するには良くて島覚醒させるいい一歩のキャラクターにはなっているんじゃないのかな。新規でゲームを始める方々用で送り出したエースなのかななんてちょっと感じてはしまいますと。それからですね、まあこの1年を振り返ってはいきますが、セブンチャンネル、ここまで見ていきますと、2021年で開催されたのは3回、2月、5月、8月ということで、結果的に8月でこのプロデューサーさんから放たれている復活リングのイベント開催しましょうみたいなことも結果的に反映されてない。ある意味もうセブンナイト2に乗り換えてしまったような感じは大きにありますよね。2が出た瞬間から特にこのゲリラショップもうなくなりました。それまでもう週に2回ぐらいのペースでゲリラショップやっていたのが、もうセブンナイト2が出てきてここ一月半ぐらい1回も出てきませんね、ゲリラショップに関しては。これは非常に寂しい。あとはもうイベント関連、まあ本日もこのルーレットイベント使い回しということでありますが、ルーレットイベント、あとはログインイベント、そしてこの異形討伐戦がたまにやってくる、で あれか、あの石をポンポンポンってやって5段階まで行くとアーティファクトの粉2万ポイントが強烈にもらえるっていうイベントとか、もうひたすら使い回しの習慣が多かったですね、本当に。はい。でこのガチャの方ですが、ちょっとねイザベラで、これねお知らせ来るのはもう確実に来年でしょう。12月31日今日来たらびっくりするけどね。わあ、ことはまあないだろうなと思いますけど、依然としてまあせめてこれ獲得報酬もう一回みたいなね、無限ループでもよかったんじゃねえかななんて思っちゃいますけどね、ここまで来ると。で1点ちょっと気づいてなかったことがありました。こちらペットガチャ、これいつの間にか召喚回数報酬で天井ついたんですね、バッツ含むで。俺これ全然気づいてなかった。これいつアップデートされたんですかね。昨日自分気づきました、この年末。ちょっとなんかアップデート的なものがあるかなと思って、このアーティファクトガチャ、僕キャラクター引けなかったらもうアーティファクトガチャにほとんどルビー入れちゃってたんで、2倍の時あるじゃないですか。このキャンペーンもしかしたらお正月あるかなと思って昨日とかチェックしてて、まあペットとかねえだろうなと思ったら、あれこれなんだ、召喚回数報酬あるんだと思って開いたら、一応一番新しいキャラクターバッツの選択権まで選べると。未だバッツ持ってない方、ルビーが腐ってるほど余ってる人、手に入れてもいいんじゃないかなという感じはいたしますよね。これ俺バッツ実は1体しか持ってないんですよ。でもうバッツだけずっと選択権でも選べないような状況だからって言って取りに行くのに、でも一応確率アップしてるんだね。はーん、ルビーつくのはもったいないなと思って、ちょっとここは引いてないですけどね。このここも一応でも見ますとイベント期間っていうのがあって、別途お知らせ掲載までって書いてあるね。ただこれ何も書いてないね。ループしていくのかな。これも多分一回や天井まで行ったら多分報酬は終わるってことだよね、10から40までのやつだね。ただもう未だに
これ欲しいかって言ったら別にそんなに40回までの報酬欲しくないからね。引けないわな、これな。うん。あとは装備とかは、まあ、バルハラ装備か、装備ガチャからは出ないというシステムにはなってますね。それがわかんねえよな。まあ、この辺なんか、ガチャもデコ入れね、ちょいちょいしていくんじゃないでしょうかね。うん、ペットガチャの天井はちょっと気づいてませんでした。いつからやってたんだろうな、あれ。うん。はい。ということで、まあ、ちょっと、語り部に入りますか。まあ、セブンナイツの方、もう正直、メンテナンスとかアップデートが置かれても、こちらのお知らせの方にも書かれてないことが多い。あっても、この上の方のアーティファクトパッケージ、ギルド戦再開とか、クリスマス記念出席イベント開催とか、ここの 12.9 木曜日アップデートとかっていう形の大きな枠で書かれてることがないから、いつ何かしらの小さなコンテンツでも発表があるかっていうのは非常に分かりづらいんですよね。で、公式さんの方に行って、チェックしたりしてもなかなかね、それがね書いてないっていう状況が多いんですよね。なんかもうある意味完全置き去りにさせられたサービス終了に近いような状況まで陥ってしまっている状況ですよね。で、前回工場戦のキャラクターで新しいものが出てくるという動画を上げましたが、それが来るのはもう確実に来年であり、さあ来年のいつになることやら、まあ1月中を期待したいところですが、私の方もギルド、ジンチャンネル、もう3人でほぼ動いてますが、現状3人でやってて110位なんですよね。この現状ですからね、もう人が本当いないっていうのがよくお分かりかななんてちょっと思ってはしまいます。まあちょっとセブンナイツ2の方はまあそんなに大きなことは言いませんが、やっぱり1ヶ月半経ってみて、来年持つかなっていうぐらい、やっぱ初めの初期段階の人口がすごい少ないなっていうのは結構感じてるんですよ、セブンナイツ2の方も。で、もう一個新しく出してくるコンテンツ、セブンナイツレボリューション、あっちの方もまた多分1週間はボンって盛り上がっていくんですけど、長く続いていくのかどうなのかっていうのはちょっと心配ですよね。2の方はね結構心配ですね。あれもうだいぶ人減っちゃってる感は受けますから、まあちょっとこの1と比べると、正直ねアリーナがおもろくないんですよね。やっぱり異常にグラフィックがいいとか言いますけど、あれ見てて全然面白くないんですよね。セブンナイツ2のアリーナってやっぱりこのキャラクター同士が戦っているっていう意味合いが全然ないんですよね。ただわしゃわしゃやってて、ああ終わったっていう風になってしまうんですよ。このセブンナイツ1の魅力って、やっぱりまず先手誰だとかっていう考え方とか、今このスキル使ってるのが、このキャラクターだとか、ジャックが今スキル打ったぞ。で、ここにタイムが書いてある、次打つ、いつまで打てるのかとかっていう戦略性がパッとこの画面1個を見ただけで分かるっていう詰め合わせ。で、ここにやっぱ面白いのは単性だったよね。こっちが来て、あっち。あっちが行ってこっちみたいな感じがあったけど、やっぱりセブンナイツ2においてはちょっとその辺が分かりづらい。もうほんとぐちゃぐちゃぐちゃってやって、なんかもうぶっちゃけ何のキャラクター同士が戦ってるかっていうのは全然分かんないんだよね。で、カメラを5回5つ選択できて、まあ1画目が寄り、2画目がちょっと引いたサイズで、3画目が俯瞰になってくるみたいな形になるんだけど、それがね、じゃあ1で見たらいいっつったら状況がわからない。じゃあ2で見たらどうかってちょっと俯瞰で見ると、正直ここまでの1対1での戦い方っていうのがわからない。で、演出効果。最近僕ちょっとセブンナイツ1で楽しんでるのが、この、クリティカル演出とか、この、
たまにスキルを使った時に背景に出てくる特殊な映像あるじゃないですか。僕あそこもう再現オンにしたってやってます。全然見れてなかったんで、普通にクリティカルやると時間かかるとかそういうのあるじゃないですか。で、あのカット割りが入ると時間かかるみたいなのがあるけど、今まで全然見れてなかったんで、最近それをオンにしてプレイするようになってます。ちょっとずつね、もう楽しむことを探しております、セブンナイツ1の方で。まあ、これですよね、今バイルのワンカットパッと入りましたね、あれもチェックオンにしちゃってね、プレイしてます。ちょっとでもね、こう、なんか今までやれてなかった部分とか見れてなかった部分をこう入れていこうかななんて感じでやってはおります。いやー、非常に多分1月明けてからアップデートがまず初期段階で一発は行われるとは思いますけど、多分各国版の動きがどうなるかは次第で新キャラが入ってくる入ってこないというのが決まるんで、まああって向上戦かなという感じでございます。セブンナイツ1の方ですが、もう今年に関してはほぼほぼサービス終了のような年内でございました。ほいということで、12月31日の大晦日ではございますが、ちょっと少しセブンナイツのことに関して語らせていただきましたと。まあ来年1月5日おめどにまた動画配信ね、再開しようと思います、私。1月1日ではございますけど、深夜2時に起きて、タクシーに乗って、4時には会社に明日出勤しなくちゃいけないという状況で、三が日全て仕事でございます。なので、ちょっとね、多分、動画配信するの厳しそうなんで、一応1月5日からは確実にちょっとね予定を入れておこうかなと思います。ということで本日はここまでしたいと思います。皆さん良いお年を、そして本年度も見てくださった方々ありがとうございます。そしてセブンナイツユーザーの皆さん、他にもエピックセブンの動画でお会いした皆さん、本当にありがとうございました。本日はここまでしたいと思います。また来年。ではもしよかったらグッチョコチャンネル登録していってください。皆さんバイバイ、ありがとうございました。